ア密は日本の洋画家、昭和前期に活動した。本名は石村実郎。ア密はシュールレアリズム風や草原画風など得意な画風で知られるが、生前に多くの作品を破棄した上、残された作品も原爆で失われたことからその数は非常に少ない。将来性を大いに触望されていたが敗戦後に、 戦地からの福音を待たず、三十八歳で病死した。戦時下の状況から、愛密は、戦争画を描くことを当局より迫られ、わしにゃあ、戦争画は描けん。とかしたら、永遠回と泣くように言ったという。愛密は、生前、独特な画風から、画壇の主流から外れ、異端の画家とも呼ばれたが、愛密の死後、作品が、日本人の油彩表現として一つの到達点を、 示したとして、評価を高めた。2007年3月から5月に、愛密の生誕100年を記念する、開古展が、東京国立近代美術館で開催された。上田正明、津田秀夫、長原慶二、藤井昭一、藤原明、コンサイス日本人明治展第5版株式会社賛成堂、2009年3ページ。ABC、愛密、目のある風景。 美の巨人たち、1012006、テレビ東京。大谷翔吾、愛密、目のある風景をめぐって、美術研究第4 1十五ピアニッシモ、38から54。大谷翔吾、愛密、目のある風景をめぐって、美術研究第411号ピアニッシモ、27から38。ありがとうございます。